か。ここに。市民の住民のですね、声を聞かなければいけないタイミングでもあると思うんですけれども、まあ、こうしたところをどのように今そういうことを接触をしないように、こういう事態ですからね、全ての国民の皆さんが気を一にして、この、かつて経験したことのないような事態に、直面していくわけですから、団結してしっかりして一つの方向を見つめて、全力を尽くす、みんなで頑張りましょうと、こういうことであります。世帯によってはですね、多額の現金を受け取る世帯も出るかと思います。一方で困っていらっしゃる方の中には30万円給付を受けられると思っていた中で10万円だという形になった方もいらっしゃるかと思います。この多額変化が出たことに関して、幹事長としてはどのようにお考えでしょうか。まあ、どちらのことがこの広く多くの皆さんに理解が得られるかということを考えたときに、お一人お一人にそういう対応しようとする自民党および政府の考え方は、必ずや国民の皆さんにご理解いただけるものと思っております。